はい、グッドな長谷のゆるふわゼミ、今回第その96回です。なんだっけ、あれなんか全然関係ないことがある。あ、そう、僕近々本を出すんですよね。おーやばかった。はい、もう予約できるので予約してください。はい、恋愛に悩む女性向けですね。この動画は音声ですが、 SNS に入ると参加者のお面をつけた画像が見られます。この動画の下にある URL をクリックして、ぜひ SNS に参加してみてください。SNS に日記を書くと、僕を含めいろんな人がコメントをくれたり、癒してくれたり、知った激励してくれます。この動画も日々議論しています。では発表者から自己紹介を。はい、今日の発表者のミントです。どうぞ。キスです。上條さん。はい、マルです。はい、あれ、ルンです。ルンさんね。はい、エイプリルです。はい、はい、じゃあ行きましょうか。はい、あと、みどりさんね。はい、みどりちゃん。はい、こんにちは。では今日の発表をお願いします。はい、今日の本はこの自滅女子の婚活下克上っていう本です。サブタイトルが、いつも自分から恋を壊してしまうあなたが90日間でプロポーズされる方法っていうものです。あ、90日、すごい。そうそう、3ヶ月ですよね。だから、うん、でなんか恋愛コンサルタントのヒロンさんっていう方が書いてて、このヒロンさんっていうのを前に多分デミデエンプリルさんが結構前の方に発表した、うん、崖っぷち女子が年収1000万円超えの男性と結婚する方法、ミカサ処方とかを書いていると。あれはどうでした？どうだった？全然覚えてないんですけど。私も全然覚えてない。私もあんまりまあでも覚えてないってことは悪くもないってことだ。うん、ただなんか他の婚活本みたいなのも、はい、このヒロンさんの本を参考にして、はい、なんか婚活頑張って成功しましたみたいな紹介されてたんですよ。さっきの崖っぷちなんとかってやつが、はい、他の人もおすすめして、それがしかも本になって。それ桜井じゃない？いや、わかりません。じゃあ本になって出版されてるから。なんか三重県さんっていう人が書いた、なんか40歳の女性がなんか婚活して結婚する方法みたいな本があって、その本でもこの本が紹介されてた、うん、地獄の婚活なんか。それってやっぱり三笠処方じゃない？あ、そうだったかな。それはちょっと分かりません。すいません。でこれはすぐ裏を考えて大事ですね。これなんかウェーブ出版、ウェーブ出版、ね、っていうところから発売されてます。はい、でなんか帯に書いてあるのが、なんかちゃんと生きてきたはずなのに、気づけば私恋愛だけ辛いかもって書いてあるんですよね。でなんか9タイプの自滅女子。恋愛だけ辛いってことは他のことは辛くないけど、恋愛だけは辛い。そうそうそうです。辛い、うん、そうそうそう、なんかこう、じゃあいいよね。はい、幸せの声っていうのがちょっと帯に紹介されてて、彼氏なしイコール年齢でハイスペ男性とゴールイン、6年ズルズル恋愛から5日で運命の相手に、2回目デートで5歳下の彼と電撃結婚。若干も言うの？おい、読んだ人言っちゃうんですよ。読んでない人が言うの。私も待ってさ、ほらちょっと大きめに書くから。ダメでしょ、やっぱりちゃんと正直に書かないと。はい、ですね。はい、じゃあそういう人もいるよね。でもね、うん、いると思います。この方はたくさんの恋愛コンサルタントっていうぐらいだから、たくさん恋愛相談に乗っているでしょうね。うん、うん、そうです、そうです。で、どういう立ち位置でこう話すかな、悩むな、うん、そうですよね。攻撃しようなんか前は結構みんなで攻撃系だったように、なんかよし、今回行きますか。そもそも一戦なんてどうなのみたいな感じで、なんか言ってましたよね。うん、って思ったの覚えてます。あ、なんか攻撃してましたね。大したことないみたいな。違う違う、私はその時はまだ仲間じゃないから。あ、そうです。一視聴者です。あ、そうですか。サイコさんか。なんかね、どっちかっていうと、だからグッドウィル博士っていうよりも、一視聴者のグッドウィルぐらいな気分で見てた時代。あ、そういうことね。わかりました。かなり前なのかな。そう、よし、行こう。はい。で、中身的には、うん、まあ、冒頭に書いてあった作者曰く、本書は自分で墓穴を掘ってついつい不甲斐ない恋の終焉を迎えてしまう人のために書きましたと。一番の肝になっているのは第4章の90日間で愛され女性、プロポーズされる女性と変身できるプログラム、かっこ下克上枠付きですとのこと。下克上って久しぶりに聞くよ。そう
ですよね、下克上ってなんか、ね、下の立場の人が上の立場の人を乗り越えるって意味だから、ちょっとそこはね、あの別に意味に厳密っていうわけじゃなくて、ね、きっと、うん、あのまあ五感の良さとか、ね、まあまあなんか下克上っぽいね、あの うまくいかないと思う人からバーッと上り詰めるみたいな。そうです、そうです、さすが博士、それです。なんで90日間にしたかというと、1、しんどい婚活は短期集中で行うべきだから、2、この人と結婚生活を営んでいきたいかという見極め期間は大人同士なら3ヶ月過去90日間で十分だから、3、結婚するには勢いが大事だからとのことです。なるほど。で、まあ、基本的にあの30代以上で婚活してる人に書いているみたいです。うん、うん、はい。じゃあ第1章、ちょっと待って、ヒロさんってどういう章なんだ。ヒロンさんはだから、これは作者の情報は口頭です。そうですね、失礼しました。1980年茨城県生まれ、恋愛婚活ブロガー。80年とか、ね、40歳ぐらいですね。あで、ファイナンシャルプランナー。万年自滅体質ながら28歳で億万長者とのセレブ婚を果たし、念願だったセレブ妻の座に就くものの、とことん自滅を繰り返し3年10ヶ月で会えなく離婚、はい、31歳でバツイチ家なし仕事なしの単なるニートに転落、はい、一念発起して自身が自滅してしまう原因をとことん研究、うん、自滅女子脱却を図った上で泥臭い婚活を繰り返し32歳で再婚。早っそう、1年で再婚している。これ読むと超可愛いんじゃないかと思っちゃう。まあそうですよね、やっぱり、うん、僕はアマゾンに処方だったらどうせ可愛いんじゃないよと思ってそうかもしれません。で、現在自身の経験をもとに一人でも多くの女性を幸せにしたいと執筆活動中。そうか、著者の長所に崖っぷち女子が年収1000万円超えの男性と結婚する方法、女はいい女になろうと迷走するけどやっぱり男はいい加減な女を選ぶんです、かっこ大和出版があると。大和出版じゃないですか。大和出版そうです、はい。で、この本結構最近発行された本でして、うん、2018年の11月9日発行。そう、新しい方がいいかな。さすが、うん、はい。でもメルカリで買いました。あれどこさ、あの275-2019って書き方って普通しないじゃん。あ、そうですね、外国でも527-2019。いや、これね、あのヨーロッパ表記とアメリカ表記があるんです。あ、そうなんだ。ヨーロッパあと275なんだ。そう、日にちが先に来るのが確かヨーロッパ。勉強なんだ。逆かもしれません、ちょっとすいませんはい、なんか設定がこうなっちゃってるんで、すいません。かっこいい。いえ、そんなことないはい、で、まあこの本の成り立ちとしては4章でできてて、まあ第1章であなたがその恋愛うまくいかない理由は自滅女子じゃないですかっていうことを書いてて、で2章がそのどういうパターンの自滅女子があるかって9パターンあるんですけど、この人が言ってて、で3章でその9パターンごとにこういうふうにしたらいいよっていう対策が書かれてて、まあさらっとなんですけど、でまあ4章でワークっていうか、その下克上ワークとかも目標はつけた、秀吉がやってそうそう、秀吉ってなんかめっちゃ人たらしだったらしいです。あ、そうそうですね、下克上ワークやったんですかね。やったんですか、もう天性じゃないですか。そうですね、あの、ゾウリ温めるとかですそう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 、はい。で、第4章はそのなんか起きてとかすごいな、30個あるんですよ。で、まあ、かけたのはちょっと10個ぐらいだったんですけど、時間が余ればできるだけ紹介したいなと思っております。そうね、でもこの本を買いたくなるようにしたいんで、はい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 、全部紹介したらいいです。うん、分かりました。肝はちょっと残しておいた方がいいですね。うん、いや、でもこの本なんかあのさらっと読めるし、簡単に読めるし、あとその理論とかが理解ちょっとしにくい人、博士理論はすごいいいんだけど、なんか難しいと思っちゃう人とかにはいいかもしれないなと思いました、ね、はい。これを読んでから博士の本。いや、別にそんなありがとうございますどうぞどうぞ、はい、どうぞ、はい。じゃあ第1章ですね。ちゃんと生きてきたはずなのに気づけば私って自滅女子っていうことで、うん、この方が言うには、真面目で気遣いができてまともな女子ほど自滅するんだと、恋愛ではね。うん、だからそれが真面目さが恋愛で裏目に出てるよっていうことを繰り返し言ってます。うん、で一応その自滅女子の定義としては、彼氏はできるのにいつもいろいろやらかして自分から恋愛壊してしまい結婚にまで至らない女性のことと、うん、で婚活でもこれまたいろいろやらかして結婚へと進展しないことに苦しんでいる女性たちを指している。なるほど、ええ、そういう人って多いんですかね。うん、
なんかそのやっぱり相談を受けてるので、そういう人が多いみたいに感じます。で、まあ、この人自身も自滅女子だったと言ってます、で、まあ、最初の結婚もそれでなんかダメになったみたいな感じ。見た目が気になるな、あとファッションも含め。顔は出てないんですか、ね、いや、検索してないんです、ね、あ、してないなるほど。検索したらイラストだけ出てきました。あ、そうなんだ。なんかそう、やっぱり名前をさ、ヒロンにしてるってことは、まあ、隠してるっていうことだよね、きっと。そうかな。なんかこういうあの恋愛系の本って、はい、表紙にその作者が登場していかにもなんかその充実してます系の笑顔とか浮かべて、なんか本にどんどんなんか書きながらみたいなのあるじゃないですか。でそういう系ではないみたい。で、あ、すみません。なんか自滅女子は思い込みと被害妄想が9割だよっていうことは言ってて、で、なんかどうして自滅してしまうのかを考えると、なんかそういう人たち長女タイプだったり優等生タイプで、何でもかんでも自分で何とかしようとする傾向があると。この中にいるんですか、自滅女子。あ、自滅女子です。あ、よかった。一人もいないとなって、誰のためにやってるかっていう。でも自滅女子だった。私も、あ、そう、みんな自滅女子で。あ、そうか、なんかちょっとあ、よかったよかった、それはよかった。なんて言うんでしょう、そういう人の方が女の子には受けがいいっていうのが分かる。それそれ、なんかその博士理論を完璧に若いうちから分かってて、はい、こいつだっていうのを見つけて、サクッと結婚するみたいなのは、やっぱり若干なんか私はそこまでできないわよねみたいな感じで、やっぱ自滅女子みたいな子たちはなんかさあみたいな、そういうそういうの出てくる、すごい出てくる。あの、マルさんさすが、私読んだ負け犬の遠吠えって社会人の先生ですね。いや、社会人中古先生で、小学校からずっとあの立教のそうそうそう、あのお嬢様なんです。そうですね。なんかそここでもやっぱり負け犬って結構お人よしで、いいよいいよってやっちゃうから、しれっとしたなんか肉色ストッキングを履くようななんか女にカサッてかれちゃうみたいな、なんかそういう論調で勝ち組負け組自分慣れないっていうね。だからこそちょっとそういうのの方が女の子の友達は多かったり、本当はいい子だったりみたいな感じで、私それ読んだ時に犬って素敵ってなって、犬って素敵、自分勝ち組なのね。当時はですねでも全然違ったんですけど、だからなんかでも私は博士理論を読んで、なんそれまでずっと相入れないものだと思ってたんです、その負け犬勝ち組、要するに自滅女子とすぐに婚活できる、結婚できる、相入れないものだと思ってたんですけど、博士理論を知って、そういうことだったのね、あいつらみたいなのをすごい分かったんですよ。よし、行きましょうか。よいしょ。エントリーさんが、自滅女子っていうのはなんとなく分かる。そうですね。結構あったな、今日。みんながちょっとね、エントリーさん覚えてる。いや、みんなが当てはまってるとしたら、そうそうそう、この9つのうちに、大体、まあ、恋愛で失敗しない人ってほぼいないから、絶対当てはまってるとかあるじゃないですかっていうことは最初に書いてます。で、大体の自滅女子がパクパク食べてますね。いい場所を取ってダイエットずっと曲が進んでますよね。お腹すぎてね。これ食べ終わったらめっちゃ発言します。わかりました、食べながら参加してる人、はい、どうぞ。で、なんかこの自滅女子の人は、まあ、大体で自分が気が利くだけに自分の気持ちに気づいてくれない男性に、例えばヒールで履いて歩いてたら、ヒール履いてるのに私が疲れたってなんでわからないの、ひどいと被害妄想を抱き、勝手に相手を見限ってしまったりとか、それは疲れたから休みたいって言えばいいだけなんだけど、逆に自分が常にエスパー張りに気を使って相手の気持ちを察しているために、相手にもそれを求めてしまうとか、これいい例だよね、よく聞く例だよね、ヒール履いててなんで気づいてくれないのって、ね、わかるよ、それ思ったことあるもん。ある、言えばいいですよね。なんで履いてくるのと思って。そう、おしゃれしたいからですよ、それは。ミドリンさん、ね、どちらかといえば、察する能力が高い人の方が自滅女子なんです。そうです。でも察する能力が高い人ってあんまりいないって話だよね、世の中にさ。私めっちゃ低いけど自滅女子ですね。いや、男性に対する期待がでかいってのもあるじゃん。男はこうあるべきだって、でかい。そうですね、一概にはまあ言えないけど、そういう察する
する能力が高いって多分自分で思ってる人かも。あー、わかる。本当は低いですよ。そうだね、まさに私かも。いや、そんなことないですよ。ありがとう。うん、まあパターンがいくつかあるので後でちょっとそれは説明するんですね。なるほどね。はい。で、この人は自滅して離婚して婚活して再婚して私が生み出した自滅女子脱却法。まあでもとにかくこの人はあの行動がとてもされている方みたいな。でもさ、なんかこう離婚して1年ぐらいで結婚してるよね、うん、早いよね。失敗してない。そうそうそうですよね。成功しかしてない。そうですそうです。でもその間になんか90日間で、週3でデートして週5で、週3で合コンして週5でデートしたとは。それってなんとか、まあ、ここでヒロンさんを否定することになってしまうかもしれないけどなんていうかな、すごく努力できるってこと自体の我々と違うというか、あるじゃん、なんか勝間和代とかが、いや1日 2% ずつ前の日より努力すれば成功するんですよって言われても、いやいやいや、それができないですよ、たまに休みたいですしっていう。そうですね、言ってる言ってる。勝間さんはちょっとあなたとは、ね、違うよっていう、最年少でなんか資格に受かっちゃったりとかしてさ、そうそうそう、マッキーでなんですよね。そう、マッキーで、そう、そんな人にさ、いや、そのあなたが書いてる成功法則じゃないところに成功があるんじゃないですかって言いたくなるわけじゃん。そのヒロンさんも それができちゃうかもしれないでしょ。週に3回婚活してたって。いや、週に3回合コンして、ね、週5でデートして。でしょ、だってさあ、あのいろんな人にいろんな人に言ってるけど、月に4人に会えって言ってもできない人がいるんだよ。まあ、それだけさ、合コン組めるっていうのもね、コミュニケーション力の高さを表してると思うし、パリピ、パリピ、うん、あともう一つ、その再婚したのが31歳でしたっけ、つまり30代の一番最初だよね、うん、まだモテるよね。そうですね、ね、34とかもうだんだんこうなんか世の中厳しくなってくるわけ。あの高齢出産の時間だともう一回離婚してもらって多分、まあ、そういう批判があるだろうことは作者も、まあそうだね、読んでるとは思ったんです。あの読んでてね、そうね、多分あのすごく自分がどれだけその失敗したことがあるかとか、うん、自滅女子かっていうのを結構強調して書いてたから、うんうん、まあ、それは多分その読者に共感を示してもらう意味もあるだろうし、うん、すんなり受け入れてもらおうと思って多分それを書いてるだろうし、そうね、うんうん、ということは感じました。まあまあ本人も意識してると、うん、だって最初は億超えの人と結婚してるでしょ。そうなんです、それ自体すごい、うん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 、あるね、そうそう、だから多分あの自滅女子を克服したのは、はい、あ、そっか、でも結局結婚して自滅してるの、結婚して自滅してるけれども、それにひこたれず、うん、次の人はどう、収入高いんですか。多分次の人はその、1000万円超えぐらいなんじゃないですか。10分の1なんで、プチリッチみたいに書いてたような気がする。プチリッチ作るな言葉をそうですね。年収が1億だったのか。1億超えだ。いやでも億万長者って書いてるから億超えてないとおかしいですよね。億万長者って言っちゃう。資産だもんね。そうか。あ、そっか。そうかそうか。なるほどね。別にそういうことか。そうです。まあでも。でも。結果は出してるってことにしましょう。まあもしかしたらお家がお金持ちかもしれないですよ。ああ、そういうことね。うん。あるある。仕事しないで週3合コンで週5デートできるぐらいの余裕資金もあったってことですか。いや、仕事してるもん。でもまあさっきなんか無職って書いてたんですよ。あ、無職、無職、あ、言ってました、ニートね、うんうん、ニートで合コンできるってすごいよね。どこで楽しくな生活保護から出てくるもうちょっとね、そこ突っ込み始めると主人つかなくなっちゃうから。そうです、次さすがですね、はい、まとめます、ね、はい、遅れちゃったんでちょっと急いでます、はい。で、第2章、自滅女子の一人相撲あるある9パターン、はい、はい、ここで、まあ、具体的にどういう自滅法型があるかっていうのをタイプ別紹介してまして、うん、9つあるんですけど、うん、まず1番、来ない連絡に待ちくたびれて自滅、シャットダウン型女子、うん、あの LINE やメールの頻度が愛情だと思ってて、うん、既読スルーは非常識と思ってて、うん、彼からの連絡頻度が減ると不安でたまらないなどなど、実際これ本人はもうちょっとあの細かくチェック項目があるんですが、うんうん、大体まとめるとかな、そうそうそう、うん、例が出てて、まあ、その全然連絡くれない週1ぐらいですか、その要件がある時とか連絡くれない彼氏に、うん、もういいです、どうせ私のこと嫌いなんでしょって言って、うん、もう別れちゃったみたいな人、そういう人知ってる、いますよね、やっぱいます、います、うん、はい。で、次タイプ2、連絡を待てずにグイグイ行き過ぎて自滅、追走型自滅女子。これはなんかさっきのとちょっと似てるって思われるかもしれないんだけど、逆にこっちはなんかあの返信が来てないのにどんどん連絡しちゃう人、うん、待てない、
こう1番と2番重なってる人もいそうだよね、混ざってるパターンもある、ね、複合型、そういうの複合型自滅女子というらしい、すごい難しいなそれ、LINE やメールの返信が遅いと不安になったりイライラすると、重いと言われて恋愛が終わることが多い、連続メールはダメだと分かっているがやってしまう、やってしまうんだね、はい、などな、で3番、重い女になりたくなくて自滅、軽い女を演じてみましたが自滅女子、なんかこう、うん、重い女はダサいと思っているで、はい、彼の浮気すら許容するのがいい女であると、で口癖は大丈夫で、自分はサバサバ系女子だで、それで彼の前でそういうちょっと強がってっていうか大丈夫みたいに言っちゃって、軽い女を演じてみたが結果面倒くさくなってるよっていう、実際浮気されたら怒るし、合コン行ってもいいよって言いながら合コンが彼氏行っちゃうと、なんか後で切れるみたいな、後で切れるの、まあ切れる、うん、本当これ最後までできないのね、じゃあ、そうそうそう、演じきれてはないっていう感じだったの、陣内孝則と結婚した、名前忘れちゃったもん、藤原何かがこのタイプですよね、あの人前ではあの彼氏はあてか旦那はその芸人だから浮気し、うん、容認しますとか言ってたけど、実際いっぱいされたらすぐ怒ってる、そうなんだ、うん、絶対許さないって言いそうですけど、じゃあ何かね、うん、人前では言わない方がいいんですよね、許してあげたとして、許すって言ったんですか、のりかは。人前で言ってましたか、結婚おめでとうみたいな雰囲気の時に聞かれるからね、みんなの前 で、うん、ですごいいい女を演じちゃう、なんか芸人のこと分かってる妻みたいなのを演じちゃったんですよね、でもなんか藤原のりかの旦那っていうと、その B 級アイドルとかはなんか独身の陣内よりもなんか手出したいみたいな気持ちになりそうな気もしますよね、あの何かを超えたみたいな、結婚前のこんぐらいモテるだろうって思ってたら、うん、結婚後びっくりするほどモテちゃったみたいになっちゃってとか、陣内が、陣内モテるでしょ、元からモテるんですよ ね、 ってますよね、面白いし、顔いい、ね、人間の人ってなんかあと女好きでしょ、女好きっぽいですよ ね、 で藤原紀香と一緒にいたら楽しくないでしょなんで、いや藤原紀香の絶対芸能的界的に上だし、一緒にいたらなんか藤原紀香の旦那さんになっちゃうわけみたいな、なんか絶対入っちゃいけない部屋とかあったんですってね、自宅に鍵かけられてて、その奥さんの下着のなんか下着の部屋、別にそこ入らないでもそういうのを見せてくれないみたいな感じで、なんか心を磨いてなかったって、なんで藤原紀香と結婚したんですか、それトロフィーワイフ的な、トロフィーはトロフィーではないよあの時期ね、でもなんか共演したんですよドラマで、あ、そうなの、うん、でなんかスターの違うスターの恋じゃなくてなんかそういう感じのちょっと格差なドラマ、格差恋愛ドラマみたいのでなんか頑張って落とすみたいな、ただあそういうドラマで共演したんだ、いや共演してそれがきっかけで結婚したと思うけど、ただ藤原紀香の方にも、ま、これ私の勝手な見解、詳しいよね藤原紀香ですけど、なんでそう詳しいんだよ、なんか多少計算はあったと思うんだよな、誰がだって陣内に芸人と結婚してあげる私って、あんな女優なのにさ、芸人、その時何歳の藤原紀香、36とか40、いやもうちょっと若いと思う、本当、うん、30ぐらいじゃない、そんな若い、そう、藤原紀香と結婚した時に私の友達が、あこれで藤原紀香の好感度が上がるねっていう、そうそうそう、それ考えてると思い出しました、なんか芸能界でも結構その藤原紀香と遊んでる人とか いたみたいだけど、なんかやっぱ本気はあんまされない感じなんですよね、結構紀香もグイグイかっていう、違う違う、綺麗だと思うよもちろん、2007年に結婚して、ちょっとそれ何歳で、はい、でもさっきの話で言うと、あの数日後のデートでやっぱ急に切れたり無言になったりと情緒不安定になる、あれ藤原の方が離れちゃったりあの博士が調べてる間にやっぱり切れるよっていうことで、まあ、藤原のりかも、藤原のりかはサバサバ系って言ってそうじゃないですか、あの人、うん、確か陣内が告白してたの、36とか、告白、あ、そうなんですか、だって今47歳、陣内がのりか36で結構、はい、だからもう遅いわけ、もっと若いと思ってた、あ、もっと若い、だからそういう意味ではあれじゃない、こうなんていうか、ギリね、うん、もう焦ってたっていうか、なんかあの時期かな、なんかで僕その頃多分、あ違うとか、なんかインタビューされたこと、聞かれたことがあって、はい、あの藤原紀香みたいな人たちってだんだんこうなんていうか女性誌の表紙を飾ってるような人たち で、うんうん、で幸せも幸せも含めてあの綺麗っていう印象みたいで、だんだんそうじゃなくなってくると表紙になれなくなるらしい、だからそういう意味では誰かと結婚するってことがまたこう、うんうん、
なんつうの、表に立てる、自分のステータス、そうステータス、そう周りがあのなんていう不幸な美人っていうのが一番ちょっとあの表に表紙にしにくいらしくて、だから神田宇野的な人がさ、なんかお腹膨らましたのを出だしたりとかさ、ちょっと幸福の象徴で勝ち組っぽいじゃん。なんかまあ憧れるっていうか、その北川景子が大吾と結婚した時すごい雑誌の雰囲気が、麻生総理だったらもう叩かれてるんだこれ。私は膨らましたなんとなんで麻生さんならもっと強くいい、そうそう、すいません話戻してたんですけど、はい、そうそう、まあまあとにかくそれなんだっけ、重い女になりたくなって軽いというけど結構結局壊すと軽い女を演じてみてるんだけど、うん、まあ結果自滅してる。じゃあ最終的に最後まで演じきれればいいと思うね。でもすぐ無理してるんでしょ。そうそうそう、自分の心にないことやってる。じゃあそれが心にある人だったら大丈夫なのね。浮気しても全然演じないとか、もう演じてないですよね。そうやったら大丈夫、うん、でも演じきればもうその人の人生そのもの。いや何が言いたいかというと、ここに書いてないのが、あの自滅したところが、自滅したことが書いてないのよ、このまとめにさ、はいはい、なので、あの自滅しなくてもこれがダメって言ってるのか、うん、それとも最終的に自滅するからこれがダメって言ってるのかついたの。でもこれのそれぞれのエピソードの後に自滅した例が出てるから、自滅するからダメだと思います。するんですね、なるほど、分かりました、うん、OK、あります。はい、じゃあ4番、違和感をスルーしまくって自滅、ズルズル型自滅女子、結婚を考えている相手なら大抵のことは許せる、我慢強い方だ、平和主義者だ、などなど、良さそうですけどね。この後で自滅するんでしょ。うん、一緒ですね。なんか彼がもしかしたら既婚者かもしれないと薄々感づいているのに聞けないなと。聞けないよね、なんか嫌われたくない。まあそういう人いるな、確かに、うん、っていう感じで書いてあった。まあ結局それは既婚者じゃなくて離婚してたんでよかったみたいな感じだけど。何それ。うん、でもなんていうかこう、うん、怖い、ね、傷つくの怖い、ね、うん、なんか揉め事はつい見て見ぬふりをしてしまうとか、うん、それわかるな、うん、そうそう、そういう感じです。はい、じゃあ5番いいですか、うん、察してくれくれ攻撃で自滅、察して型自滅女子、これはさっきあの言ったような、うんうん、気が利く方だとか、相手のことが好きなら言わなくても何を考えているか分かると思うとか、気が利かない相手には遠回しな言い方で伝えるのが礼儀だなと思う。礼儀っていうのも、いやだからその本人としてはいいことだと思って遠回しに伝えてるわけですよ。でも男性からすると直接言ってくれないと何がしたいかって具体的に言ってくれないと分かんないしっていうことになりがちみたいで、切れると最後に、うん、そうです、切れるんです。で、あと最後切れるんですね、それで。うん、あとなんかここにはね、結構モテてきた方だと思うっていうのも入ってた。だから多分その20代前半とかは、まあ、割と可愛いと察してくれるっていうか、なんかあれこれね、差し出してくれるから、うん、それでそれに慣れちゃってっていうのもあるような気が、そういう感じで書いてあるような気がしましたが、よくこんだけ分類したな。私もそう思いました。あの前に発表したなんか付き合ってはこんな男と付き合ってはいけない、なんか25のタイプみたいなのがあって、それにちょっと似てると思った。日本人じゃない人が書いてた、うん、あ、そうです、はい、海外の人が書いて、結構古い本ですからね、2001年とか、うん、それ面白かったんですよ、そのちょっとキャッチーな感じ、はいはいはい、そうそう、なんか下崎さん図みたいな、ミスター下崎さん図みたいな、はい、そう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 、不誠実のオンパレードとかそういう感じだったと思う、はいですね。はい、で6番、これもねいるなって思ったんですけど、白黒はっきりつけすぎて自滅、グレー拒否型自滅女子、グレー拒否型自滅、あ、ね、何事も白黒はっきりつけたい性格だ、喧嘩したらどっちが悪いかとことん話し合いたい、一緒にいても安らげないを理由に振られたことがある、あ、うん、あるね、そうそう、これ6番目に置くあたりがすごいな。どうしてですか。最初に言いたくなっちゃうよ、これなんかアイデアとして結構いいかなって思います。あ、そうか、そうか、6番目までよく我慢したな。どっちでもいいという返答をされるとストレスになるとか、公私ともに頼りになるとよく言われる、なんかこういうあの気質はなんか仕事では有用だって書いてあったんですよ。あ、確かに、ね、つまり納期をいつにしますかとか、はっきりと誰の担当にしますかとか詰めてくれるからいいんだけれど、やっぱり、うん、グレーなことって世の中多いかなみたいな感じで書いて、なるほどね、うん、はい、でタイプ7、屈折型斜め上の解釈で自滅、屈折型自滅女子、これちょっとなんかドリーマー
ぽいって言ってましたけど、深読みしすぎと友達に言われる、恋愛ドラマや少女漫画が大好きだ、入れない趣味、うん、彼に邪険にされてもこれを乗り越えれば深く結ばれると思うなどなど、はいはい、これはいい、面白いね、うん、なんか今の苦しさは将来のための修行だと思う、必要